オーストラリアのタスマニア島で栽培されているピノノワール代表的な国際品種のブドウである。ワイン用ブドウにおける国際品種とは多くのワイン生産地域で広く栽培され消費者にも広く認知されているブドウ品種を指す。このような品種ではワインのラベルに品種名を記載することでアピールすることも一般的に行われ、新興産地においては ワインの基準とみなされることもある。国際品種のワインは人気があるため土着品種のものよりも高値がつくこともあるが批判の対象になることもある。国際品種とされている品種のほとんどがカベルネ・ソービニオンやシャルドネに代表されるようなフランスに起源を持つ品種である。しかし近年では天ぷらに色のようなスペイン系の品種や サンジョベーゼやネッピーオーロのようなイタリア系の品種の人気も上がってきており、広く世界で栽培されるようになってきた。そのため、これらの品種も国際品種とみなされることがある。スペインのラマンチャ地方で栽培されているメルローワイン専門家であるカレン・マクネールは、国際品種を古典的な品種、すなわち世界中で高品質のワインが作れるという、 評判を長い時間をかけて確立してきた品種であるとしている。国際品種の多くは期限をたどるとフランスに至るがまさしくフランスは世界中の武道栽培とワイン作りの考え方に長きにわたって影響を与えてきたのである。マクネールが挙げる9つの国際品種はカベルネ・ソービニオン、シャルドネ、シュナンブラン、メルロー、ピノ・ノワール、リースリング、ソービニオン・ブラン、 セミヨン、シラーである。ニューワールドを中心に世界のワイン産業が拡大するにつれ、上記の旧品種以外の品種も国際品種とみなされるようになった。フランス系以外にもスペイン、イタリア、ドイツに由来する品種もあり、ミュースカ、ムールベードル、テンプラニーリョ、サンジョベーゼ、ネッピオーロ、ゲビュルツトラミネール、ピノブラン、ピノグリ、ピノタージュ、ビオニエなどが挙げられる。 後期品種は伝統的に最高品質のワインが作られるとされる品種群である。どんな場所で栽培されても後期品種はその特徴を失わないと言われていた。ただし、このような考え方は今日ではあまり一般的ではない。この理由としては、一つにはハイブリッド品種が増加していること、あるいはそのような品種がフランス国内で不当に増加していると感じている。 批評家がいるということがある。歴史的には、高期品種にあたる品種は6種あり、白ワイン用が、ソービニオンブラン、リースリング、シャルドネの3つ、赤ワイン用が、ピノノワール、カベルネソービニオン、メルローの3つである。カリフォルニアで生産された、カベルネソービニオン種のワイン世界中のワイン生産地で、国際品種が人気になり、その立場を強めるにつれ、 単一品種ワインのラベルに品種名が記載されるようなことも多くなり消費者もこれらの品種をより認知するようになった。カベルネソービニオンやシャルドネのような品種の認知度はとりわけ高く多くの消費者がこれらをワインの産地やブランド名だと勘違いしているという。ニューヨークタイムズのワイン専門家であるフランク・プリアルはシャルドネのように長通った品種に対する認識は極めて強力で ワインそのものや生産者の影響力を超越すると記している。シャルドネは知名度が高い上、味わいも消費者から親しまれているため、世界中のどこでも生産されるワインになっている。国際品種は土着品種の栽培を止め世界市場の需要に応えるような名の通ったワインを好むという、ワインのグローバル化の象徴、内種は先導者であるとの批判を受けている。 20世紀末のシャルドネブームにおいては、そのような市場を狙って、世界中のブドウ畑、とりわけ新興産地において、後半にシャルドネが軒並み植えられた。イタリア南部やスペインの例では、新たにシャルドネを植えるために古くからの品種である、ネグロアマーロ、プリミティーボ、ガルナッチャ、マタロなどが引き抜かれた。この動きの反動として、シャルドネだけでなく、他の国際品種に対しても、 批判的な風潮が生まれた。ワイン専門家のオツクラークは、シャルドネのこの側面について、世界のブドウ畑、そして味覚の無慈悲な入植者であり、破壊者であると記している。ワイン産業の中でさえも、土着品種を犠牲にしてまで国際品種を植える、風潮にことを唱える者も,もいる。例えば、ラングドックの生産者であるエメギベールは、この風潮を、 大聖堂を燃やすことになぞらえている。A.B.C.J. ロビンソン、ザ・オックスフォード・コンパニオン・ツ・ワイン、サード・エディション、P358、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、2006、0から19から86万990から6、K. マクニール、ザ・ワイン・バイブル、ピアニッシモ、4859、 ワークマンパブリッシング2011から5630543458コープルフレデリックノーブルグレイプスホームガーデンテレビジョン http コロンスラッシュスラッシュ tp.ign.com スラッシュアーティクルズスラッシュ799スラッシュ 799046p1 とット html2007 年6月27日閲覧 カイプレールワイントーク、ルッキングビヨンドキャブスピノス、ニューヨークタイムズ、セプテンバー19、2001オズ・クラーク、エンサイクロペディア・オブ・グレイプス、ピアニッシモ、6373、119、ハーコートブックス、2001、0から15から10万714から4、ジェイリーチフィールド、ザ・フィルム、メーカーフー・トゥック、オン・ザ・ワイン・ワールド、ザ・インディペンデント、ノーベンバー6、 2004ありがとうございます。